いただきたいと思います。はい、こちらには南極周辺の島々に生息している3種類のペンギンを飼育しています。はい、まずこちら体の小さなペンギンはジェンツーペンギンです。ジェンツーとは昔インドやアラブの人々のことをジェンツーと呼びました。そのインドの人々たちが頭に巻いている白いターバンとこのジェンツーペンギンの頭の上についているリボンのような模様が似ていることからこのような名前が付けられました。はい、そしてですね、はい、その横にいますこちら、体の大きなペンギンですね。こちらは王様ペンギンと言います。世界では全部で18種類のペンギンが知られているのですが、その中でも2番目に大きくなる種類です。成長すると体長95センチ、体重は15キロから20キロになります。はい、この顔の横についている黄色いスプーン型の模様、そして胸の鮮やかなグラデーションが特徴です。はい、そして最後3種類目のペンギンは、はい、あちらの岩の上にいましたね。はい、一番小型のペンギンです。こちらは、岩飛びペンギンと言います。その名の通り岩をぴょんぴょんと飛び跳ねる姿からこのような名前が付けられました。目の上には黄色い飾り羽がついています。特徴的な飾り羽から CM や映画などでも有名になっているペンギンですので、皆様にとっても馴染みのあるペンギンかもしれませんね。はい、このペンギンたち食べている餌ですが、はい、先ほどもご紹介したアザラシと一緒です。はい、こちらがアジ。はい、そしてシシャモを与えています。1羽あたり1日に食べている量は特には決まっていません。毎日好きなだけの量を1日3回ある給餌の中で、好きな量を好きな分だけ与えています。大体の目安でいうと、この体の大きな王様ペンギンで1日に1キロから2キロ、体の小さなジェンツーペンギンや岩飛びペンギンはその半分の、500グラムから1キロほどの餌を食べています。はい、それではですね、ラッコ、アザラシ、ペンギンと食事風景をご覧いただきましたが、これをもちましてポーラーアドベンチャーのフィーディングタイムは終了です。本日は最後までのご観覧誠にありがとうございました。